エーバーバッハ、エーバーバッハは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州ラインイコールネッカー群に属し、ハイデルベルクの東 33km に位置する都市である。エーバーバッハは、ネッカー渓谷が広がった部分、標高 626m のオーデンバルト最高峰カッツェンブッケル山の麓に位置する。 この都市は、ネッカータールイコールオーデンバルト自然公園に属し、古城街道沿いに位置している。エーバーバッハ市には、ネッカービマースバッハ、ブロムバッハ、フリードリヒスドルフ、リンダッハ、ロッケナウ、イーゲルスバッハ、ガイミューレ、ウンターディールバッハ、バーディシュシェレンバッハ、プロイタースバッハの各市区が属す。中核地区及び大部分の市区が、ネッカー川の北側に分布する。 ネッカー・ビンマース・バッハク、以前はターンに、ビンマース・バッハという地名であったが、バルト・ビンマース・バッハ、ロップ・バッハの地区と区別するために、現在の名になった、ロッケナウク及び、プロイタース・バッハクは、ネッカー川の南側、いわゆる小オーデンバルトに位置する。ネッカー・ビンマース・バッハクは、中核地区とネッカー川を挟んで真向かいにあり、1899年にネッカー川をいで、 両地区を結ぶ橋が建設され、これにより、もともと高台にあった歴史的中核地区は事実上、その重要性を喪失した。イーゲルスバッハには、ヘッセン州との宗教が通っている。その北東側がエーバーバッハに属す、バーデンのイーゲルスバッハであり、南西側のヘッセンのイーゲルスバッハは、ヘッセン州のルシュホルンに属す。同様の状況は、セレンバッハ地区にもあり、 その大部分は、ヘッセン州のヘッセネックに属する。エーバーバッハの領主貴族化は、1196年に初めて記録されている。中世世紀にはすでに、ボルムス市教領のエーバーバッハ城が築かれていた。この城は1227年に初めて記録されており、ハインリヒ7世の時に、シュタウヘン家の霊園とされている。この村の都市への昇格は、 おそらく彼の時代に遡る。1235年に城は帝国直轄の城となった。1321年に城の近くの都市について初めて記録が残されている。1330年に城と都市はライン宮中博に七位入れされた。1361年には日ご県もライン宮中博家のものとなり、16世紀になるまでに、 プファルツ選定校はこの帝国都市を獲得していた。1360年以降エーバーバッハに、千と、十分の一税徴収役場が、あ、ことが証明されており、この都市の市長は、プファルツ選定校の酒蔵管理局の管理であった。1402年以後、城は、ハンスフォン・ヒルシュホルンによって取り壊された。1528年から1555年の間に、 ハイデルベルクでペストが猛威を振るったため、ハイデルベルク大学は何度もエーバーバッハに避難している。プファルツ選定綱領の一部として16世紀に宗教改革がなされ、17世紀に反宗教改革の影響により信仰の分裂状態となった。30年戦争ではわずかな被害を受けただけであったが、それでももちろん住民は被害を受け、深刻な貧困に苦しめられた。 住民は林業、木材加工業、漁業、水運業に携わるようになった。エーバーバッハは1803年に来人間工領となった。1806年にバーデン大綱領となり、それから1924年までは別クスアムと地方行政区分の所在地であった。1838年から郵便局が1841年から別クの エーリン書が1857年からは、くさい番書が置かれた。19世紀のネッカー渓谷は、経済発展の第一段階にあった。1849年にネッカータール街道が整備され、1879年にネッカータール鉄道が開通し、同じ頃にネッカー側に鎖建員式高校施設が設けられた。エーバーバッフ派のネッカー橋は1900年に完成した。 この都市の人口は1800年に2400人であったが1900年頃には6000人にまで増加した。1899年にネッカービン・マースバッハが1925年にはイーゲルスバッハのバーデン側が合併している。ネッカー側の運河化の動きを受け1930年頃に席が設けられ貨物の積み下ろし用公安施設が建設された。 1935年には、マンハイムとハイルブロンの間に11の席が完成し、ネッカー川の水上交通は発展した。第二次世界大戦では、旧市街部分が空爆によって破壊され、ネッカー橋も爆破された。この橋は、1946年5月にはすでに、ネッカー川最初の橋として再建されている。1959年に、ネッカー川沿いのバイパスが建設された。 1973年に1月1日に、リンダッハとフリードリヒスドルフが合併し、12月31日に、プロイタースバッハが合併した。ブロムバッハとロッケナウは1975年に、これに続いた。シクは大胸市の歴史と同じ経緯をたどった。中世にはすでにその記録があり、14世紀に、プファルツ選帝公領になり、1803年イゴバーデン大公領と、 なった。そこで大きな村の場合には、独立した自治体となったのであった。エバー・バッハの市議会は、2004年6月13日の選挙で選出された22人の議員からなる。市長は、任期8年間で、直接選挙によって選出される。2013年1月1日から無所属のペーター、ライヒエルトがこの職に就いている。 ライヒエルトは2012年10月21日の選挙で過半数の64.2%の票を獲得した。銀、白地、やや低い位置に青い名みたいがあり、その上にゆっくりと歩む黒いイノシシ、イノシシ小川の村の名前にちなんだ紋章である。旗は青から白、青銀である。帝国都市であったため、もともとは帝国和紙の紋章が使われていた。 帝国足は,は、例えば1909年の写真では、オベーレントア、上の門近くの紙壁などに見られ、また、紋章を刻んだ石が私立博物館に収められている。現在の紋章は1387年の印象に用いられているが、イノシシの外観などは、1976年に制定された現在ものと明らかに違っている。エーバーバッハは、マンハイムからプラハまでを結ぶ、 古城街道沿いに位置している。古城街道のネッカー渓谷部分は特に多くの古城や見所が存在する。大部分が歩行者専用区域となっている。旧市街には中世の防衛施設であった4つの塔が保存されている。プルファー塔、火薬塔は15世紀に2棟の建物からなる炭櫓として建設された。 13世紀に建設された中世の史壁の角を防衛する施設であり、史壁の生誕に建設された。この塔の時計は1766年にエーバーバッフ派の時計職人、ヤーコップ・ブラウンによって制作された。ブラウアー、フート、警察帽は、その名の由来となった特徴的な形の青く鈍く輝くスレート屋根が特徴で、旧市街の南端に位置する塔である。 旧市街の北端にあたる林田広場に面する14世紀に建てられたハスペル塔、ウィンチ塔は一時期一階が塗り固められてしまい上階から出入りするためのウィンチが設けられていた現在この塔の中にはブリキ人形の博物館が入っているローゼン塔、バラ塔はエーバーバッフ派で唯一の円塔形の塔であり最も古い塔であるこの塔の壁は 2メートルの厚さがあり、おそらくは13世紀初めの都市、防衛施設造営初期に建造されたものと考えられている。もともとは、ロスブロンナー塔、馬の井戸の塔と呼ばれていた。この他の紙壁関連施設の移行としては、ローマ時代後期のベッテンドルフ守門がある。マルクト広場に面した1823年建造の旧市庁舎は、バインブレンナー様式。 バーデン古典主義様式の最も見事な作品に数えられる。建設者はフリードリヒ・バインブレンナーの最も優秀な弟子であった、ヨハン・ティーリーであった。歴史的な旧市場に面した、この建物は現在博物館として使用されている。この建物はこの場所に建てられた三代目の市庁舎である。最初の建物は1480年に取り壊された。 その次の建物は1814年まで使われたが、老朽化により解体され、その後に現在の建物が建設された。マルクト広場に面した建築アンサンブルは、その他の歴史的建造物によって保管される。歴史的なホテルカルプフェンは、その市場沿いのファサードに人物や死の歴史の情景を描いたスグラフィット技法の壁が描かれている。古い。 この地方の伝統的な図柄のスグラフィット画は、レストラン、クラベンシュタインにも見られる。最も古い石像を建築は、プルファー島の近くにある、タールハイムシェハウスである。この建物は、かつては、プファルツ剪定校の地区の酒蔵であった建物で、後に、来人間校の狩りの城となり、その後市役所として用いられた。現在は、ネッカータールイコールオーデンバルト自然公園の、 インフォメーションセンターとなっている。1836年建造のプロテスタントのミハイル教会は、遅くとも15世紀にはマリア礼拝堂が建っていた場所に建設された。カトリック教区教会聖ヨハネスネポムク教会は、1884年から1887年にイタリアルネサンス様式で建設された二つの塔を持つ三層の建築である。この町には、 歴史的木組み建築も多く残されている。装飾性の高い建築として、16世紀初めの、エーバーバッハァーフ、旧皇帝の市場や、その向かいに立つベッテンドルフシェスハウスがある、旧浴場は交差ボールとを持つ、中世の浴場に遡る建築で、ハスペル島に隣接する、シュポールシェハウスは、装飾性の高い張り出し部で知られている。街中様々な場所で、 歴史的なあるいは近代的な泉を見ることができる。新しい視聴者前の村の泉や選定校の泉、タールハイムシェーハウスに近いネッカー川の漁師の泉などがある。視聴者の近くには重要な歴史的記念碑である1870年から71年の戦争記念碑がある。ネッカー川の散歩道にはこの他にも記念碑がある。市の高台。 オーデンバルトに連なる丘の上に残るエーバーバッハ城市は重要な中世の城塞跡である。この城は1403年にはすでに破壊されており、20世紀になって再び発掘された。三つの部分、ホルダーブルク、ミッテルブルク、ヒンターブルクからなる大きな城塞であった。中核地区以外の地区でも、それぞれいくつかの建築や村の歴史の記念碑が見られる。 ネッカービンマースバッハクでは、旧中新地に、格好の泉がある。ロッケナウクには、シュトルゼネック城市、戦争記念碑を持つ1894年の建造の、旧町役場見学校がある。この地区の境界は、近代的な機能建築である。リンダッハ区にも、古い町役場がある。クロイタースバッハの、旧町役場は、住宅として用いられており、消島や、 聖霊ー像が見られる。プロイタースバッハの教会は新しい建物である。下挙区の200メートル高台のエーバーバッハ市の森に樹高60メートルを超える巨大なベーマツがある。ドイツ国内で最も高い木されていたこともあったが、2008年の測定によると61.60メートルでフライブルクのベーマツ63.33メートルの方がわずかに高かった。 エーバーバッハ最高地点のオールスベルクは、海抜229メートルである。エーバーバッハには、多くの博物館がある。エーバーバッハでは、以下の年中行事がある。ラインレッカーエースバーン S1 系統及び、S2 系統の列車が30分ごとに、ネッカータール鉄道の路線を、モースバッハ、オスターブル県方面あるいはハイデルベルク、マンハイム方面へ発着する。 エーバーバッハ駅の他にリンダハクにも駅がある。また、RE として2時間ごとにマンハイム、ハイルブロンカンを折り返し運行している。ダルムシュタット、フランクフルトアムマインへは2時間ごとにシュタットエクスプレスがオーデンバルト鉄道路線を走っている。エーバーバッハは他の同じ規模の都市とは対照的にただ固有の運輸企業が運営している。総保有車両数には 全6台のバスが含まれる。営業時刻は5時10分から19時30分。本線、レディヒソベルクエーバーバッハ北は30分ごと、支線では不定期な間隔で運行している。土曜日の運行時間は6時30分から14時50分である。格好市の日は夜遅くまで特別便が運行される。市バスは以下の路線を運営している。これらの他に、VRN、 ラインイコールネッカー交通連盟、RMV、ラインイコールマイン交通連盟が、いくつかの地域バス路線が運行されている。エーバーバッハは、連邦道 B37 号線と B45 号線の交差点に面している。エーバーバッハはゼラチン製造業者、ジェリタ AG、食器メーカーディーロ、医薬品業 R、P、シラー、ボート製造業、インパッカー、 食品業者用放送機械製造業、GBEC GMBH、自動券売機製造業、クロステクノロジー、ネッカー電話グループ、およびデザイン家具製造、ロナルドシュミットティッシュといった企業が本社を置いている。ロッケナウ発電所のネッカー AG 社は、ネッカー側の全27機の水力発電所席を遠隔操作する。ウフェンギムナジウムのほか 基礎家庭学校、本家庭学校、実業学校、養護学校などがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。